はい、それではポケモンスタジアム実況プレイの方を始めていきたいと思います。ということで、初めましての方は初めまして、丸上と申します。今回はですね、久しぶりの実況ということでポケモンスタジアムを単発実況していきたいと思います。こちらのゲームは1988年の8月1日に日本国内で発売された任天堂64用のゲームソフトとなります。知ってる方が多いかなと思うんですけど、今回はこれの初代ですね、こちらの方を始めていきたいかなと思ってます。自分ですね、ポケモンスタジアムは2と金銀クリスタル、それはやったことあるんですけど、1はですね、やったことがなくて、それでハードオフに行ったところ108円で売っていたので購入してきました。で生放送とかで何回かやったんですが、なかなかねクリアができなかったので、今回は動画の方でちょっとクリアを目指してやっていきたいかなと思ってます。でこちらバトルモードでフリーバトルとトーナメントがあるんですが、今回はトーナメントのレベル50から55でのトーナメント、こちらの方をレンタルポケモンのみでやっていきたいかなと思ってます。はい、こちらの方ですね。このポケモンスタジアムの初代の方の特徴としましては、通や金銀に比べてレンタルポケモンの数が少ないっていうことが挙げられます。金銀とか通は全部のポケモン、その当時に出てたポケモンなんですけど、それが全部使えたんですが、1はですね、今見ていただいてわかる通り、最終進化形態と、あと伝説一部ですね、それの一部しか使えないです。で、今回はもうパーティー決まっているので、一気にパーティー決めたいと思います。ということで、早速パーティー選びます。はい、ということで、パーティー選び終わりました。今回はケンタロス、スターミー、スリーパー、マルマイン、カビゴン、サンダース、こちら6体の方でやっていきたいと思います。なんでこのパーティーなのかと言いますと、生放送で何回かやったって先ほど言ったんですが、その時に一番先まで進めたのがこのパーティーだったので、こちらの方でやっていきたいかなと思ってます。では1回戦、北海道の加藤和人さん、よろしくお願いします。こちらですね、その当時の全国カップかなんかの上位の人、その人たちが出てきます。なのでですね、だいぶガチですね、相手。そんな感じです。では相手はラプラス、サンダース、スターミー、フーディンとギュータとダグトリオっていうことですね。で、これのルールが確か3匹で155レベっていうルールでしたので、今回の場合ですとサンダースとラプラスは出てきそうな気がしますね。あとは51の中から1体出てくるっていう感じだと思います。こんな感じでね、考えてやっていきます。レンタルポケモンはレベルが50固定なので、そういった点でこちらに不利がありますが、そこはしょうがないですね。ではパーティー選んでいきたいかなと思います。はい、ではパーティー選び終わりました。では早速戦闘スタートといきたいと思います。ここで1回戦負けとかになるとちょっとあまり動画としてはよろしくないので、そういうことはちょっとあまり避けたいところですね。相手はダグトリオ、こちらはカビゴンを選びました。まずは吹雪かな。影分身、なるほど。相手確かにですね、生放送とかでやったところ、影分身とか毒毒とかがすごい多いです。おし、来た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 。よい、いいね、カビゴン一発で当ててくれる。だけど一発じゃ落ちないか。ここはのしかかりですね。さあ、のしかかり、どうだ。おし、いいね。いいですね。運がいいですよ。ちなみに、本日は9月7日の午前3時っていうことで、深夜に撮影しているんですが、錦織圭選手がね、今、戦っているらしくて、さあ、どうなのかっていう感じなんですけど、ワウワウが見れないので、仕方なく見なくて、こっちをやってるって感じです。いやー、自分ね、テニスは好きなので、見たいんですが、地上波でなかなかやってくれないのが悲しいところですね。個人的にサッカーとかよりテニスとかの方がやってもらえると助かるっていうか嬉しいんですけど、なかなかそれは難しいですね。
はい、ということで相手はラプラスなんですが、まあ、ここでなんで10万ボルトをしなかったかっていう話なんですけど、まあ、カビゴンはこれ攻撃の方が高いのでね、10万ボルト打つよりのしかかりとかの方が案外ダメージが大きかったりします。なかなかきついな。さあ麻痺にはならないか。いやまあでも1体倒してくれたんで、まあ十分すぎる活躍をしてくれましたね。さあ吹雪ここで外れるといいんだけど、当たるよね。だよね。まあカビゴン頑張ってくれました。はい、では自分が選んだのはサンダースとケンタロスなんですが、まあここはサンダース安定でしょう。まあ、先ほどね、ダグトリを倒せたのはだいぶいいですね。最後の1体は何だろうな。まあ、いつもの考えですと、ギュータ、ケンタロスですね。まあ、そちらの方っていう考えが普通だと思うんだけど、どうかな。さあ3体目スターミーか。おっと、水タイプ2匹できたか。なかなか珍しいですね。うん、レベルも51だしな。まあでもこれはこっちからするとなかなかいい感じですね。さあ一発じゃ落ちないかな。さあ最近ではまあ全然大丈夫でしょう。まあ、特殊が下がりましたけど、まあ、余裕ですね。まあ、1回戦はどうにかクリアという形でしょうか。はい、いい感じですね。まあ、自分ね、最近はやっぱり64のポケモンゲームにハマってます。まあ、再加熱って感じですかね。昔からポケモンの64ゲームはよくやってたんですが、まあ、最近大学に入ってからまたやり始めるようになりました。わざわざね、実家から取ってこれなかったポケモンスナップだとかをわざわざ、ハードオフとかで買ったりもしました。まあやっぱり64のポケモンゲームの中ですとポケスタも楽しいんですが、ポケモンスナップが一番好きですかね。自分はポケモンスナップはすごいやり込んだので、まあ、いずれそのやり込み動画とかも出していけたらいいかなとは思ってるんですが、まあその前にね、このポケモンスタジアムのトーナメントクリアっていうのを最初に考えていきたいかなと思います。では続いてはクレアさんですね。女の方ですね。相手はケンタロス、ラプラス、フリーザー、スターミー、サンダース、ダグトリオとなってます。でフリーザー、ダグトリオ、サンダースが見ていただいて分かる通りレベル53なので、まあ彼らの中からは1体しか出せませんね。あとはラプラス、ケンタロス、スターミの中から2体出てくると思います。まあ普通に考えますとケンタロスは出てくると思うので、ケンタロス、スターミ、サンダースとかかな。自分だったらそれにするかな。ではまあ、早速考えていきたいかなと思います。はい、では3匹選び終わりました。まあ、先ほどと同じメンバーでいきたいと思います。まあ、やっぱりあのメンバーがなかなか強いのでね、まあ、そのメンバーばっかりになっちゃうんですけど、まあ、ガチでいかないとね、トーナメントこれ勝てないので、そんな感じですね。っていうか相手またダグトリオか。ダグトリオ、まあ、吹雪で。相手は何かな、地震か影分身か。地震か。さあ、どんなもん。おっと、急所。まあ、皆さん知ってる方も多いかなと思うんですが、この時代は素早さが高い方が急所に当たりやすいっていう、ちょっとチート的な機能がありまして、その点でね、素早さの高いポケモンにだいぶ有利だったっていう感じです。なので、ダグトリオをやっぱり使う人が多いのは、それが理由なんですかね。ゴローニャとか、サイドンとかを使う人が全然いないっていうのは、やはりそこが大きいんでしょうかね。まあ、ゴローニャは今でもね、ゴローニャかわいそすって言われてるくらい、
微妙なポケモンなので使われないのはなんとなく分かる気がしますね。あとサイドンが使われないのも、昔のサイドンは地震とかを自力では覚えなかったので、ダグトリオとかの方がコストパフォーマンス的に良かったのかなと思います。さて、相手はラプラスが来たんですが、まあこれはカビゴン勝てないというか素早さも勝てないので、ここでしょうがないかな。まあ、ハイドロポンプを外すといいんだけど当たる。まあ仕方ない。まあ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 いいでしょう。ではここはサンダースでいきたいかなと思います。では雑談なんですが、まあもうすぐポケットモンスターのルビーサファイアのリメイクが 3DS で出るらしくて、皆さんは買いますかね。まあ自分は今悩んでるんですよね。やっぱルビーサファっていうのは金銀の次くらいに自分がよくやってたゲームですので、まあ欲しいかなっていう気はするんですけど、ちょっとね、やっぱ最近のポケモンはフェアリータイプっていう新しいタイプが追加されたり、あとメガ進化っていう余計すぎる機能がついたりしてね、ちょっと解雇中からすると微妙な感じがします。なのでどうしたもんかって感じですね。まああとキャラデザがちょっとひどすぎますよね最近は。まあそんな感じです。で相手はスターミーですね。先ほどと全く同じメンバーということで、いかにこの時代のポケモンの感じが偏ってたかっていうのが分かりますね。そしてサンダースが急所に当てる。これは一発ですね。よし、サンダースいいですね。やっぱり素早さが高いのでね、サンダースはそれでいい感じです。まあ、自分があと1匹マルマインっていう電気タイプを使っているのには、まあ、理由がありまして、まあ一応あれですね、マルマインといえば爆発ということで爆発要因ですね。まあほとんど使う機会はないかなと思います。はい、ではバトル3やっていきたいと思います。はい、では九州の吉富大成、この人はですねよく生放送で、戦ってました。でよく負けてましたね。はい、で相手はスターミー、ケンタロス、サンダー、フーディン、スリーパー、フリーザーなんですが、まあ、見ていただいて分かる通りケンタロス、フーディンのレベルが55と非常に高いです。なのでケンタロスかフーディンが出てくるんですが、まあ、自分がこの人と過去に対戦した感じですと、まあケンタロスが9割くらいですね。でケンタロス、スターミー、サンダーかフリーザー、まあどっちかっていう感じですかね。では、ポケモン選んでいきたいと思います。はい、それでは3回戦始めていきたいと思います。今回は少しパーティーを変えてスリーパーでいきたいと思います。相手はケンタロスだと思います。ですね、ケンタロスですね。まあここまでは予想通り。そしてなぜスリーパーを加えているかと言いますと、まあ催眠術ですね。このケンタロスレベル55っていうのが非常に恐ろしくて、破壊光線とかの反動がですね、この時代は一発で倒すとなくなるんですよね。なのでまあ破壊光線をぶっ放してくるわけなんですが、さすがに5レベルも差があると大抵のポケモンですとね、やられてしまいます。なのでまあ催眠術とかを打って眠らせるっていうのが一番効果的ではないかなと思ってます。先ほどのようにですね、カビゴンを先手に出すのもいいんですが、そうするとですね大抵の場合何もできないままケンタロスに粉砕されますので、スリーパーで催眠術を当てられるといいんですが、さてどうなることか。相手はまず地震を打ってきます。なぜなら破壊光線一発ですとスリーパーは倒せないからです。地震で削るっていう感じですね。でここで催眠術なんですが、ここで当てられないと非常に苦しい。よーし、来た。よかったよかったよかった。で、こうしますと相手はケンタロスを逃がしてくる気がしますね。さあどうするか。自分も逃がすかな、どうしよっかな。まあ逃がすか、それかサイコキネシスで次に出てくるやつを削るっていうのがいいかな。いやまあここはサンダースにでもしておきましょうか。相手はだいたい電気タイプに弱点なのが多かったと思いますので、サンダースを出しておけば
まあまあいいんじゃないでしょうか。相手はフリーザーですね。まあいいでしょう。ここは10万ボルトですね。まあ、サンダース先手取れると思います。さあどのような感じでしょうかね。うん、まあ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 いいでしょう。相手は影分身か。これが非常に苦しいですね。まあ、自分がポケモンスタジアム2とかをやっていた時は、確かあの四天王とかっていうやつがあるんですけど、まあ、そちらの方でですね、ピクシー、レンタルポケモンのピクシーを使って、影分身だか小さくなるだか、小さくなるかな、まあ、それをして、芝の怪力を吹っ飛ばしたっていうことがありましたので、非常に影分身というのは強い技だと思います。ですがね、まあサンダースさん、ちょっと調子がよろしいようで、今回は結構いけてますね。まあ本当に生放送とかでやってる時ですと、本当に当たらなくてね、そのままやられるっていう感じもよくあるんですが、まあ今回はなかなかいい感じに進んでいるんではないでしょうか。で、相手最後はスターミーですね。まあ逆に言いますと、先ほどのケンタロスがレベル55ですので、他がレベル50なのでね、まあ、レベル50同士でしたらこちらの方に若干有利かなという気はしてます。さあ急所はちょっと痛いですね。できればケンタロス戦でもう少しいけてるとよかったんですが、まあいいかな。さて、あとは眠っているケンタロスなんですが、ここも非常に苦しいですね。ここは戻して夢食いをするっていうのもありなんですが、戻した瞬間に眠りから覚めるということもありますので、ここは普通にサンダースで10万ボルトで攻めていきたいかなと思います。おし、いいですね、いいですね。サンダース調子いいね。よし、これはいいですね。ちなみにこの時代ですと眠りから覚めるっていうことで一旦消費されます。なので眠り状態にするっていうのは非常に相手にとっては苦しいですね。よし、この人を一体もやられずに倒すっていうのはなかなかないというか初めてですね。まあ、自分も成長したっていうことかな。はい、九州 A の吉富さん倒しました。やりましたね。でなんですが、ここで非常に苦しいのが、まあこれですね、先ほどから見ていただいて分かる通り、コンティニューという機能がないんですね。たとえ3匹残って倒したところでコンティニューが得られないので、その点で1回やられたらアウトということで非常に苦しいです。なので、まあ、自分が一番行った中ですと6回戦くらいが限界でしたね。それもよく6回戦行ったかなっていう感じだったんですが、本当によく行ったと思います。ではやっていきたいと思います。今回の動画はここで終わりになるかな。では3体選びます。はい、今考えてるんですけど、この人と戦ったことが過去にないので非常に、迷ってます。あと、レベル的な問題で、相手、カイリュウがレベル55で、サンダースレベル54。で、残りが、上3体が50で、ラプラスが51っていう、非常にちょっと、考える点で難しい構成になっているので、非常にですね、きついですね、考えるのが。例えば、カイリュウが出てきたとしましたら、残りは50レベルの2体で行くしかないので、ラッキー、ゲンガー、ダグトリオの中ってなりますが、サンダースを入れるとなると、ラプラス、は必須かなって感じもしますので、ちょっと分かりづらくなってきますね。まあ考えたいと思います。はい、では3体選び終わりました。今回はケンタロス、サンダース、スターミーで、いきたいと思います。まあケンタロスを先手に出すとなるとゲンガーが相手ね、先に来ると非常に苦しいんですが、まあそこはどうにかしたいと思います。サンダースとかですとダグトリオ来られても困りますし、スターミーですとサンダース来られると困りますので、とりあえずこの組み合わせでいきたいと思います。やっぱり初見で戦う相手はなかなか苦しいですね。
相手はサンダースか。サンダースということは、おそらくラプラスがいると思います。なので、サンダースはできるだけ温存しておきたいですね。で、カイリュウがいないっていうことなので、まあ、その点は助かったかなと思いますが、サンダースレベル54もなかなか苦しいところですね。さて、相手はまず毒毒を打ってきましたね。これは毒毒影分身という感じできそうな気がしますね。こちらは尻尾フルをやります。なぜ尻尾フルをするかと言いますと、突進とかをしますとですね、やっぱり反動が痛いっていうことがありまして、で雷は外れるし当たっても全然効かない。で破壊光線一発ですとさすがに落ちないので、尻尾フルですね。破壊光線特殊じゃねえのかバカかみたいな、そういう感じのことを考える方もいると思うんですが、この時代はですね、破壊光線とか、まあノーマル技は物理です。はい、そうなんです。という感じなんですね。さて、尻尾フル1回積んで破壊光線で果たしてサンダース落ちるかどうかよくわからないんですが、ちょっとあんまり積まれても困るので、ここは一気に勝負に出たいと思います。雷か、これは厳しい。うわぁ、効くなぁ。さあ、いけ、ロマン砲。うわぁ、急所とかあればよかったんですが、これはどうだ。よし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 。よし。よし、これはいいぞ。やっぱ尻尾を振るが効きましたね。で、先ほど言った通り、破壊光線この時代はワンターンキルで倒すと、次のターンに、まあ、反動がありませんので、次のターンもぶっ放せますね。ですが、相手ダグトリオなので、これは先手取られて普通にやられるかな。まあ、一応破壊光線にしときたいと思います。お、いいですね。さあ、どんなもん。というか、ダグトリオより先手を取るとはなかなかケンダロス早いですね。おお、いい。いいね。いいぞ。これでまた次のターンも反動がないっていう、もうチートっぽいですね。で、毒も効かないので非常にいいですね。で、相手はゲンガーですね。まあ、こちらゲンガー封じのためにスターミー突っ込んだところがありますので、まあこれはなかなかいい感じなんではないでしょうか。では、雷ですね、ここは。まあ、この時代はゴーストタイプの技とかがなかなかありませんので、スターミーとかでも十分倒せると思います。まあ、雷は外れてしまいましたが、ケンタロス十分な活躍してくれたかと思います。ではスターミー、確かスターミーサイコキネシスがあったと思うので2発くらいでいけると思うんですが、相手が何をしてくるかですね。おっと、サイコキネシスがなかったぞ。やばい、ここは勘違いしてたな。まあ一つ言い訳をしますと、最初に選ぶ画面、あの画面でですね、2と金銀は見れるんですけど、1は見れません。そこで技の確認をできなかったことが今回の失敗の原因ですね。まあそう言っていても仕方ないので、ここはどうにかするしかないですね。ハイドロポンプってところかな。まあ10万ボルトでもいいんですが、やっぱり、タイプ1のダメージが欲しい。催眠術か。いやー、これ来たか。これは夢食いかな。夢食いだろうな、まあ普通に考えて。ここは戻すしかないですね。で、ちょっと不明な点としましては、まあ、この時代、眠りが一匹にしか適用されないのかどうかっていうのがいまいちよくわからなくてですね。まあ、自分が検証してみたところですと、おそらく1匹にしか催眠術は効かないのではないかという結論なんですが、そこのところがいまいちはっきりしないので、そこが怖いですね。さすがに2匹眠らされるとちょっと勝ち目がなくなってくるかなという感じなんですが、ここを耐えきれれば勝てます。あ、いや、勝ちましたね。やっぱりこの時代ゴーストタイプの技といえばナイトヘッドくらいしかないので、まあこんな感じでね、簡単に突破できます。良かったですね。
当たるでしょう。当たりますね。よし。はい、ということで勝ちましたね。まあ、初めて当たった対、相手だったんですが、勝つことができてとても良かったと思います。はい、では録画時間が録画時間なので、今回はここで一旦終わりにしておきたいかなと思います。次回はバトル5からということで、バトル5からなのでいつやられてもおかしくないんですが、クリア目指して頑張っていきたいと思います。ということで、最初に単発って言っちゃったんですが、続きます。ということで、今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。